チャララララーラララララ、映画バウアー映画ちゃんです。映画ちゃんさん、お今日はですね、長野県の松原湖というところに来ました。で今朝の6時半で、うん、気温がマイナス11度みたいです。めっちゃくちゃ寒いよ。これうんこで釘が打てるんじゃない？汚い。で今日はエガシャさん、ここで何を？ワカサギ釣りに挑戦します。ワカサギ釣りは初めてですか？初めてなんだけど、はい、釣ってすぐ料理して食べたら美味しいんじゃないかと思うんだよね。あとは釣れるかですけども、そこは分かんない。だ釣れないとまあ食べれませんし、動画的にもボツと。うわよし、頭のおかしいお前だ。今日はブリーフ団とワカサギ釣りで爆釣りじゃ。江下さん、今日は我々素人だけでは絶対に釣れないと思うので、うん、ワカサギ釣り名人の方をお呼びしました。小梅町観光協会長の高野さんです。高野さん、はい、こんにちは。こんにちは、お願いします。今年ワカサギいますか？ いるんですけどね、もうちょっとやっぱ解禁して1ヶ月ぐらい経つのでだいぶ渋くなってきて、やっぱ朝一は釣れるんですけど日中相当難しくなってくるって感じです。あ、でも朝一っていうことは今も朝一だから可能性はあるってことですか？そうですね。初心者なんですけど、はい、釣れます？大丈夫です、サポートしますから。おお、名人お願いします。よろしくお願いします、はい、本当に。場所はどうやって決めるんですか？ね、まあ、前日まで良かった場所をちょっと行ってみたいと思うので、あの左奥の方が釣れてたので。あ、そうですか。朝行ってみたいと思います。あの透明のところはお客さんがもういるってことですか？あ、そうです、釣りしてます。おお、あれもう釣ってるんですか？今、うん、先客がいた。俺たち結構早く来たなと思ってたのに。今日何時起きですか？2時起きです。2時起きの、中野3時に出ましたね。そうだね。わ、テントがいっぱい立ってる。もうポイント決まってんだ向こうって。やっぱり寒いからですか、あれ？そうです、我々、うん、テントなしですよ。また無謀みんな。エガチャンネルチーム、思った以上に寒いですね。寒いよ、ほんと寒い。この手袋してて手の先がすごい痛いんだよ。もう早くも、うん、手が痛いですね。また日が昇ってくと本当に釣れなくなってくるので。あ、やっぱり全然違います。やばいですね、勝負は3時間ですね。3時間か。どうしてもワカサギの美味しい料理を作りたいんですよ。力は結構使う。後半きついね。いや、ワカサギの料理を作ると、あら、止まった。最後は硬いんです。最後硬いんですね。それをガッガッガッ、あの勢いつけて。おお、いった。おいった。すげえ。ってことは、すげえ。おお、すげえ。すごいすごいすごい、すごい。あ、来ましたね。あ、いった。水が上下してる。すげえ。今のだけでも感動ですね。いるのかな、この中に。じゃあまず竿です。これ釣り竿なんですけど、はい、ここまでが仕掛けでして、はい、大体5、6個ついてます。あ、5、6個もオキアミみたいな。はえ縄量ですね。とりあえず仕掛けの落とす位置を決めるので、はい、ゴムのチューブを持ちながら落としていきます。はい、どこまで落としたらいいですか？あの、ここ水深 6.5 メートルぐらいなんですけど。あ、そうですか。あの、そこまでをとりあえず落として、はい、基本的に松原湖のワカサギそこの方にいますので、はい、
今そこに着きました。これ糸がたるむでしょ。ああ、はい、そしたらもう着いたってことですか。奥まで今ここがそこで持つ位置がこのぐらい、そこから5センチ10センチぐらい上げたとこが持つ位置になります。はい、餌は何ですか。これね、サシっていうちょっと虫なんですけど、まあ、ハエの幼虫です。うわ、ハエの幼虫。餌をつけるんですけど、はい、虫の端っこにこうやってちょん掛けして引っ張って針先を出す。はい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 、このぐらいに切って。えぇ、ちっちゃくしないと。そうです、これ小さくしないとかからないんですよ。あ、めちゃくちゃちっちゃくですね。なんせマトワコのワカサギ勝手にかからないんですよ。すごい釣れるとこ行くと、はい、勝手にかかります。餌つけなくても釣れたりとか。だけどマトワコのやつは一筋縄じゃ釣れないんで、誘ってこのゴム管をじっと見てて、はい、ここが微妙にプルって動いたらクッて引っ掛けないとかからない。なるほど、わかりました、はい、誘って当たりを待って、5秒ぐらい当たりを待って一つも動かなければまた誘う。その繰り返し繰り返しで、ダメですね。数秒間待って動かなければまた、トン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 。あ、動いた。本当ですか。だけどかからなかった。本当ですか。分からない。今の分かった。分かんなかったです。全然分かんないよ。手の感触が来るんですか。手の感触は来ないです。え、もうここから動いた。そうです、オレンジが、あ、全然見えない。やばい、これやばいぞ。俺とブリーフだ。全く分かってない。ゼロ引きってこともあるぞ。やばいぞ。難しい、動いてなかったですよ。ワカサギ料理どころじゃないぞ。だけど中にはバカなワカサギっていうのもいるんでしょ。そうですね。だけどこの1ヶ月間をね、生き延びてきたワカサギですから、ね、ちょっと賢いやつらなんで。おー、そういきますか。もうちょっと早く来てた方がよかったのか。バカなワカサギいたかも。利口なんだよ、生き抜いてきたから。じゃあ、ブリーフさん、ワカサギ釣るぞ。おー、釣りといえばエモなんだよね。まあ、前回感動の巨大魚鈴木、今日ワカサギ釣って何作りたいんですか。ワカサギラーメン。ワカサギラーメン。うまかっちゃんに、はい、焼いたワカサギを入れるんだよ。おー、うまそう。これ絶対うまシラーだよ、うん。おっ、ちゃうか。違うんですかこれ。こっからがね、全然手応えがないんだけど。もう少し竿先が動きます、はい、で重みは多分感じないと思います。重み感じないからかかってるかもしれない。ずーっと上げた、上げっぱなしでいい。寒いね、俺たち小屋ないから。みんなどうなんだろう、周り釣れてるのかな。釣れてるんですかね。あと松田さん、だいたいちょっとわからないんですけど、あそこのお兄さん9匹釣ってますよ。おお、え、もう まだ9匹で釣ってました。プロなんですか。すごい、わかんないぞ。全然わかんないですね。全然わかんないですね。釣れたかどうか。あ、来た来た。お、来た。じゃないかな。あ、釣りました。おー、ちっちゃすぎる。赤すぎ、1号やったー。よっしゃー、第1号。小さい方ですね。これはちっちゃいですよ、どう考えても。もうちょっと大きいですもんね。1号来たぞ。1号来ました。これ行くよ。え、ヤシャさん、もう分かりました、釣れた。いや、分かったよ、ちょっと触れたもん。ブリーフダン、はい、はい、食いたいワカサギ料理あるんだろ。僕はワカサギ天丼です。ワカサギ天丼、あ、絶対外しないな、これ。うまそう。
これ絶対外しないな。 M はワカサギのアヒージョ食べたいです。アヒージョ。あ、なんか聞いたことあるな、アヒージョって。お前変わったな。S は、うわ、ワカサギバーガー食べたいです。ワカサギバーガー、ここで食べられるの？そんなの用意したの？バーガー作るセット用意してきたってことでしょ。難しい。難しいね、繊細だよね。いつやめたの？やっぱさっき名人こうやってやってたんですか？そういや、D、はい、本は、はい、売れてるの？ Amazon のジャンル別ですけど、うん、ベストセラーランキング1位になりました。ふざけんなよ。俺本2冊出してんのに、はい、うち在庫いっぱいあるよ。パニックイン映画館いっぱいあるよ。映画批評宣言いっぱいあるよ。そうだね。釣れてましたよ。ちょっとエル、あ、釣れてた。俺と同じぐらい。同じぐらい。本物だな。ワカサギ天丼。マジで難しい。これ全然感触ないでしょ。当たってんじゃないですか。これ違うかな。なんかちょっと当たってさ、当たってきてる。マジか。あ、ついてない。あ、ついてない。なかったですか。なかったですね。あ、そういえば江頭さん。はい。宮迫さんにメッセージ出したじゃないですか。あ、そうだね。でニュースになってましたね。すごいニュースになってるね。オープンの日行くから席を用意しとけって。そしたら宮迫が了解しましたって書いてあったね。まあ言っとくけど、俺その肉も忖度なしで言うからね。そりゃそうでしょう。ヒカルさんのやつよりひどいことになるんじゃないかって言われてます。エル、短い。すいません、ちょっと今来たかなと思ったんですけど、一回上げてみます。リメージン M どうですか。繊細ですね。すごい繊細だね。おお、いるぞ。おお、いるぞ。おお、2匹目。あ、今もう分からず。いや、今なんかスクッとした。おお、さあ、まだ1匹も釣れていない M。 そして S も来た来た来た。おっ、おっ、ガシャガシャ当たってきてる。あれ、来ない。いない。いない。やべえな、この繰り返しになった。10匹は取りたいよね。今誰か平行来ました。はい。エル、はい、ソウジ君との恋の行方はどうなってんの？何もなければ日曜日にパンケーキを食べてた。ふざけんなよ。パンケーキ？お前が？また太っちゃうんじゃないの？どこによ？大体山とかな。大体、ふざけんなよ。大観山、なんかブリーフダウンちょっとおしゃれ化が進んでますよ。ちょっと待って、俺さやの愛ちゃんに振られたっていうのに。ずっと中野にいるっていう。本当だよ。M、はい、お前の恋はどうなってるの？まあ、はい、順調ですよ。順調、はい、毎日一緒にいるっていうのが楽しいですね。無視しないで。
やっぱり人の幸せって面白くねえな。ちょっと難しいですね、この釣り。めちゃくちゃ寒いな。マジで寒いですね。ちょっとあったかいもの飲みたいな。いや飲みたいですね。これ飲んだら最高ですね。もあるよ。あれ？飲汁、飲汁。あったかいコーヒーもあるよ。あいつ何やってんだよ。伊藤、お前何やってんだよ。今ワカサギ釣りが大盛況で。出稼ぎに来ました。ちょっと待って。豚汁1500円にコーヒー1000円ってどういうぼったくりなんだよ。足元見てんな。完全に足元見られてますね。あと何、はい、ワカサギ1万円ワカサギ1万円で売ってるの今釣れてますか。いや釣れてないけど一匹も釣れてない。欲しくなりますよね、そうなると。ワカサギいるのそこに。ワカサギ絶対釣ってやるよこっちで。ワカサギは自力で。豚汁とコーヒーはいい。豚汁今食ったらめちゃくちゃうまいんじゃないですか。何を俺に言ってんの。出る。たまにはお前自分で払えよ。何をお前も見てんだよ。いやちょっとやっぱ朝早くて寒くて。お前も。はい。はい。ポン汁、はい、4つください。わ、ありがとうございます。6000円になります。完全にぼったくりだよ。もうかじかんで金が出せないよ。だけどここで食うポン汁うまいんだろうな。ポン汁です。うわっ、ちょっと待って、うわっ、あったかい、あったかい、うわ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。1500円の価値あるな。ちょっと先にいただくよ。はい、いただきます。うわうまそう。うわすっげえうまい。うわすげえうまい。外すって何ですか。ね、あの私の知り合いそこにいるんで今20匹です。すいません、いかしら20匹分ですけど、こんにちは。うわこんなに釣れてる。うわーすげー、20匹どうやって釣ってんですか。いやもう慣れですね。多分毎日いるようなもんなんで。ちなみに、今日は俺たちが来た後に来ましたよね。ちょうど同じタイミングじゃないですか。あ、同じタイミング。それでこんなに違うの。はい、俺1匹、こっち何匹。20ちょいじゃないですか。20ちょい、はい、どういうことよ。釣るコツみたいなのあります。もうとにかく振って振ってる。で、まあ、小さいあたりを、はい、うん、あの逃さないようにって感じですよね。誘って止めて誘って止めてで、こっちでやってる。え、また来た。今釣れたんすか。えー、
繊細。すごい繊細。本当1ミリとか本当それぐらいの世界です。あ、そうですか。合わせるって感じです。合わせる感じです。もうこれがちょっとでも動いたらすぐ引っ掛けてあげる感じですね。なるほど。ちょっと行きましょう、東田さん。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。どれも。なるほど。東田さん来たかもしれない。本当。すごい。来た。おお。やべえ、エビさんすげえ。やりました。でかい。お前今年いいこと結構あるんじゃない？お、え、三匹。三匹行きました。そこ今釣ったやつがすげえでかいですね。でかいの来ましたね。けど、三匹で点灯。なんとかまああと1時間半。半分で今の成績ですんで。いや巻き返すよ。はい。あと伊藤からは絶対にワカサギは買わない。当たったです。やばいぞ。ちょっと日が昇ってきたしね。開けてみて。お、ついに来たか。お、おお。釣れたー。やったー。よく釣れたー。すごい、でかい。やばいな。おい、すごい。やったナイス。めちゃくちゃ嬉しい。バーガーが作れるぞ、これで。これで、はい、これで、M が。やばい。調子乗ってからだ。ちょっと場所変えて、運気をそっちに持っていこう。今んとこ正直な話、はい、やばい。やばいですね。ちょっと釣らないと、シャレになんなくなってきた。何がいけないんだ、みんな。あら、こっちに来てる人、誰もいないよ。すごい。これは賭けだな。近々、ここで大きいのが結構釣れてるところを見たので、はい、まあ、こっちでやってた方が、その絵になる魚が釣れるかもしれない。じゃあ、ここでちょっとでかいのを釣るから。はい。S1 匹。L3 匹、江頭さん1匹、M0。 さあ、誰も喋りません。江頭さん、ちょっとギャラリーに囲まれて見に来ていますけども、皆さん何匹ぐらい釣れました？微妙だな、だいぶ微妙だ。え、何匹ですか、微妙は。96です。どういうこと。でも完全にバカにしてるような勝利の美酒中杯じゃないですか。いいなすごいね、96ってこんなに差がつくもんなんですかね。さあ攻めるエース、エブ攻める。攻めますよ。完全に焦りが出ている。揺れないよね、竿が。なんか揺れてる気するんですけど、気のせいか、これ。逆に動きがなくなったか。これは移動が果たして良かったのかどうなのか。さあ、エムこのままゼロ引きか。あの引きがなくなったよね。そうですね。ちょっとポイント移動ミスったか。東田さん、うん、あと30秒。嘘。全然引きがないよ。
お、マジで今あったような気がする。お、来た。奇跡だ。そして10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、シュー、よし、来たか、来たよ、シュー、 S 1匹、そして L、はい、3匹、3匹、江頭さん、うん、1匹、1匹、 M は0匹という結果になりました。やっぱ初心者でやっぱ結構なかなか難しいんですかね。96匹1人取ってたからね。そうですね、言い訳はちょっとできない状況でありますが、食べますか。よし、食べよう。ワカサギクッキング、ワカサギで料理を作るぞ。このワカサギとちっちゃい俺の好きなうまかっちゃん、これを合わせてワカサギラーメン作ります。スタート。はい、もう絶対まずうまかっちゃんだけで絶対うまいですからね。そうですね、寒いからそこにワカサギが乗るっていう、もう足し算しかないですもんねワカサギはちょっと焼こうかなと。ついについに来た。お、ワカサギが釣ったワカサギ。はい、ここね、ここでちょっと息がいい。はい、行っちゃいます。お、これ行っちゃいますよ。はい、はい、お願いします。あ、おお、もういいかな、もういいかな、もういいかな。いや、ちょっと早すぎたかな、まだ早すぎですね。おお、いいじゃないですかね。ちょっと塩コショウする。これ間違いないでしょう。うわ、うまかった。すげえ。これで豚骨の油がすごいでしょう。乗せて、乗せて、おお。あとはメインのワカサギをここに。おお、できた。できました、ワカサギラーメン。いや、なんか九州に帰ってきたって感じじゃあワカサギラーメン、はい、いただきます。まずは普通の分かっちゃう。面白い。うまいだろうな。間違いないな。間違いない。ちょっとあれ、ワカサギがどこ行きました。あれ？あれ？ワカサギ。ここにあるんですよ。あー、うわ、あ、ありますか。贅沢なメンチ、メンチ一緒に、一緒に大丈夫ですか、メンチ。ああ、そんな、どうですか。全然味がしない。存在感ゼロ。うまかっちゃんの味しかしない。麺と一緒に食べるからですよ。そうだな。ちょっとめちゃくちゃもったいない食い方しましたよ。そうだね。いやもう。
ギッシュカツにします。おー、フィッシュカツ。そうか、フィレオフィッシュ的な感じになるんですかね。ですよね。テレビにつけます。テレビにつけます。おーおーおー。で、パンチョイスをつけて。美味しそうじゃん。おおおー、すごいじゃん。おー、中華あげます。うん、いけ。おおおおおー、あ、いい音がしてきた。れよし、おお、おいい、それはいいかも。はい、キッチー。タルタルにフライ。え、それをこれを挟む。挟むね。おおおうまそう。フィッシュバーガー。フィッシュバーガー、いきます。いただきます。おお、いいな。届いた？あ、サクサク。うん、タルタルとパンがめちゃめちゃうまい。ワカサギは？ワカサギ。ワカサギのやつだから。わからない。なかなかわからない。やっぱりわかんないんだよな。もう参考レアルモノショップの、はい、ご飯が炊けたみたいなんで。いきますよ。おーおー、これはうまそうだ。いい感じで炊けてます。いいな。大盛りいいですか？じゃあ3匹いますからね。たった3匹で贅沢な感じですかね。オズラレストラン。そうですね。今日あの山すごいよ。すごいですね。綺麗ですね。すごいよ。炊けていきます。おいい感じじゃない？いいですね、いい音。あ、重ならないようにね。いい音。おお、うまそう。おいしそう。ご飯の味がね。ちっちゃい。でもいや、いや、これいい。強。おお、うまそう。うまそう。うまそうじゃないですか。できました、ワカサギの天丼です。うまそう。やっぱ3匹取るとこれが味わえるんです。そうですね。くそー、やられたな。すいません。いただきます。いいよ。そうだな。うわー、うまいでしょ。これは約束されてるでしょ。いただきます。はい。どうです？うまい。おーおー、いやー、うまじろー。というわけで今日ワカサギ釣り、うん、そしてワカサギクッキングと、うん、満喫しましたけども、片岡たちもぜひ長野に来てワカサギ釣りやってクッキングしてほしいね。3匹以上ないとワカサギの味しないよ。皆さんこんにちは、ゆずわん D です。開かれた本メガチャンネル革命が発売されました。スマ時代の東田さんとの話からメガチャンネルを始めるまでの経緯、そしてグーグルさんとの戦い、フリーフラン誕生の秘話、編集のこだわりなど、いろんな角度から見たメガチャンネルを書かせていただきました。皆さんもしよかったら読んでみてください。